京都市寺町六角の力持ち、本店力持ち食堂中崎店力持ち食堂は、近畿地方と中国地方におよそ100の店舗網を展開する、老舗の大衆食堂である。力持ちと名乗る店舗もある。典型的な昔ながらの大衆食堂で、木根を交差させた商標ロゴマークと、おはぎや赤飯の店頭販売が特徴である。独自ののれん分け制度によって、 京阪神一円に広く展開するが、全店舗で統一されているのは、ヤ号ゴと商標ロゴマークぐらいで、力持ち連合会という店主同士の組合組織を通じた連帯はあるが、メニューや味付け、値段設定などは、各店舗の自由裁量に任されている。関西の下町には欠かせない存在であり、組合の100周年記念し、100年の歩みに、大阪、京都、 兵庫の知事が長文の祝辞を寄せたほどである。1889年に池口力蔵が兵庫県豊岡市豊田商店街で万獣店として創業し、後に一旦廃業して1895年に京都市寺町六角で勝利万獣として再開業。しかし経営は苦しく、再び廃業間際に至るも出入りの酒屋主人から資金援助を受け、 1903年に店舗を大きく改造して力持ちとして再出発する。アンコロ持ちを目玉に甘党食堂として成功し、大正末期から丼物や麺類などをメニューに加えて現在の大衆食堂の姿になった。野号や商標ロゴマーク、おはぎの店頭販売などは満洲店や甘党食堂だった頃の名残である。 力持ち食堂の店舗展開の特徴は、ボランタリーチェーンと呼ばれるの連れん分け制度である。8年以上働いて、親方の信頼を得ると独立、新規出店が許され、出店に際しては、組合が資金や場所選びまで援助し、開店時には親方が花輪を送り、周辺店の店主や従業員も応援に駆けつける。親戚のつてを頼りに、 力持ち食堂の門に入るものが多かったため、店主のほとんどは創業者と同じ兵庫県、田島地方出身者であったという。のれん分け制度は1914年から始まり、同年に大阪市天神橋三丁目、1918年に神戸市小野柄通へ進出、1941年には京都、大阪、神戸、広島で78店舗を数えたが、 太平洋戦争の激化によって多くが廃業した。終戦後、高度経済成長の後継気の波に乗って、のれん分けが再び活発化し、店舗が急増した。100年の歩みには、組合は大阪、京都、神戸、山陽の4支部からなり、加盟店舗数は大阪支部が100、京都支部が34、神戸支部が28、山陽支部が18であると記載されている。 現在、客足の減少や店主らの高齢化、後継者不足によって廃業が相次ぎ、新規出店も10年以上途絶えている。現状打開のため、組合では、ラジオ CM の展開や共同での新メニュー開発、修行期間の短縮などを検討し、各店舗でも存続に向けて、セットメニューの導入や、夜間の居酒屋営業など様々な試行錯誤を行っている。 各店舗ホームページ、ありがとうございます。